沖縄手帳発行人の時間です。沖縄手帳発行人の前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。この番組はマルマサ印刷の提供でお送りします。さて、前城代表は今週いっぱいまでイギリスに行っておりますので、今週も沖縄手帳編集アシスタントの与那覇仁さんがお送りいたします。はい、ぐすよ中がなびら、徳七さん羨ましいですね。イギリス羨ましいですねイギリス行ったこと、私仕事とか芸能公演などであちこち海外行かせてもらってるんですけど、はいはい、イギリスとか、まあ、ヨーロッパ圏だからまだなくてですね、はい、そうなんですか。行ったことあります、ゆきさん。はい、私逆にアメリカに行ったことがなくて、逆ですね、まあ、行ったとしても私はヨーロッパの品のいい文化に馴染めないかもしれないんですけど、実はその、まあ、今海外あちこち行ってるということで、はい、おととい飲み会がありまして、ある、はい、その飲み会というのが去年の2月に、私はエイサーの講演と、まあ、指導も兼ねて、はい、ニカラグアというところに。何それ、めっちゃ楽しそう最初、ね、はい、初めて聞く名前でどこにあるかも分からない、はっきりよく分かってないと思ったんですけど、はい、まあ、中米か、はい、このアメリカ大陸の細くなってるところにあるニカラグアというところなんですけど、はい、まあ、そこで、はい、まあ、10日間ぐらい滞在してたんですけども、向こうでお世話になったうちなんちの方がいまして、はい、まあ、女性の方、私と同じ年なんですけど、はい、まあ、ニカラグアから今戻ってきてるということで連絡があって、そこに飲みに行ったんですけれども、はい、まあ、久々に会っていろいろ話している中で、まあ、お互いの共通の知り合いもたくさん来ててですね、はい、まあ、そのうちの一人は初めて会う女の子がいて、まあ、アンナさんっていう子がいたんですけど、はい、25歳って言ってたかな。その子が何気なくカバンから手帳を取り出して、はい、スケジュール見てたんですけど、まあ、それ何気ない風景ですけれども、はい、私もビビってきたのが、20代の女の子がこの、はい、まさに沖縄手帳、はいはい、手元にある黒い沖縄手帳を使ってるんですね、はい、もうすぐ、アンナさんありがとうございますという話になって、はいはい、わかります。私もこの前日曜日ね、民謡のコンクール行ったら、前の席で見てた人が、はい、沖縄手帳を開いていたんですよよしよしと嬉しいですよね嬉しいですよねそうそう、そしてもうなんで沖縄手帳いつから使ってるのって、今年から初めて使ってるって話をしてくれて、でそしたらここからも沖縄県産手帳の話で盛り上がってですね、うん、その場がで、まあ、この沖縄手帳 VS、まあ、某県産手帳の2派に分かれてですね、はい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 、ものすごいバトルが繰り広げられたんですねいやこっちがいい、あ、これはこっちの方がいいって、最終的に、まあ、まあ20分ぐらいバトルがあってですね、はい、おそらく沖縄手帳が勝ったんですけれども、その勝因が最後のページの方にあります、はいはい、モアイ帳というものがついてるということで、はいはい、もうね、沖縄手帳いろんな情報が入ってますけど、そうですね、最後の方資料がたくさんついてましてね、はい、その最後あたりですかに、はい、モアイ帳という、はいはい、毎月のモアヘリのいくら貸したいくらもらったっていうのは全部記録することができるものがあるんですけど、確かにモアイに行くとみんなノートがありますよねそれともうセットになってるセットになってる、もうこれが一番強みだということで沖縄手帳が勝利したんですけれども、すごいもう本当に地域に根ざしてる手帳ですね。モアイ帳って多分意味わかんないと思います、沖縄以外の方はわからないかもしれないですがうん、うん、まあ、もう今学生の10代なんかもスマホで全部スケジュールも管理する時代ですけれども、はいはいはい、そんな中20代の若い女の子がこうして沖縄手帳を使ってくれてるのを見て嬉しかったですね。嬉しいですね。それに加えて毎日の出来事がこと細かく書かれてることが楽しいって言って、じゃあその読むのもちゃんと、あ、もうピンク あの蛍光ペンで線引いてたぐらいですからね、すごいさすがと思いながら、もう作った甲斐がありますね。嬉しかったですいや、よかったですね、はい、というわけで、まあ、そんな沖縄手帳ですけれども、はい、今出たように沖縄手帳毎日の出来事が必ず書かれておりますが、ゆき、はい、さん今日は何の日でしょうか。今日は6月16日ですよね、はいはい、旧暦5月12日で、沖縄手帳によりますと、はい、ムンジュル節の日と書いてあります。そうです、ムンジュル節の日、はい、アグニソンと書いておりますけれども、うん、
そうですね、ムンジュル節、まあ、ムンジュルという曲名はよく、まあ、琉球舞踊を知っている方はよく聞くと思いますけれども、はい、舞踊で見たことがあります。そうですよね、はい、あの傘を持って踊る踊りですけれども、はい、まあ、そのムンジュルの、まあ、あるいは3曲構成の組曲なんですが、その中の1曲のムンジュル節という、うん、曲の日になっております。まあ、なんで今日なのかというと、はい、6月16日、ムジュルク、ムジュル、ムンジュルというふうに、ちょっと無理やりなんですけどね。語呂合わせなんですね。そうなんです。うんうん、6つの16、ムンジュルということで、はいはい、まあ、ちょっと無理やり感はありますが、まあ、このムンジュルの日と定められております。うんうん、定められるというか、うんうん、アグニ村で制定されております。はい、まあ、そのアグニ島なんですけれども、まあ、どこにあるかというと、泊港から、まあ、私は泊港のすぐそばに住んでいて、小さい時から船を見てるんですが、はい、あのフェリーアグニという大きな船があります。はいはい、その船に乗って約2時間ちょっとぐらいですね、あの那覇の北西約60キロぐらいのところにあります。小さな島ですけれども、まあ、周囲12キロぐらいの島で、面積が 7.6 平方キロメートル。で、今、人口が760名余り住んでいるという島ですけれども、まあ、ムンジュルの里と言われております。近いんですね。そうですね、船に乗ればもうあっという間ですね、うん、寝る暇もないぐらい。うん、で、まあ、そこでは、まあ、このムンジュルの里ということで、1998年には、見晴らしのいい丘のところに、ムンジュル武士の、客家碑ということで、沖縄石石碑が作られたそうで、で、また2012年には、今話した語呂に合わせて、ムンジュルの碑と制定したそうです。うんうん、で、つい最近2012年、4年ぐらい前には、ムンジュル武士が流れる、案内板も設置されたということで、ボタンを押して、はい、ムンジュルが流れるというのができたそうです。粟国島行ったことはありますか？ないです。私もないですね。離島なかなか、宮古島は、まあ、実家が宮古なのでよく行くんですけども。あ、そうなんですか。はい、で、一昨年は舞踊の公演で石垣島に初めて行って、うん、なかなか離島ないので粟国島もこの、ね、調べ物したきっかけに行ってみたいと思いますけれども、はいはい、さてこのムンジュルですけれども、うん、意味は麦わらという意味で、もともとムンガラとかムンジャラという言葉が、まあ、なまってムンジュルになったそうです。あ、なるほど。だから傘持って踊るんですか。そうですね、まさにその麦わらですね。まあ、もう後ほど紹介しますけれども、このムンジュルも何回か名前が変わってきて、今のムンジュル武士になったそうなんですけれども、まあ、この今出たようにこの歌詞に出てくるムンジュルヒラガサというものが歌詞にも出てきますけれども、はい、このムンジュルヒラガサというのは、まあ、その名の通り麦わらで作ったヒラガサのことですね。もともと昔は畑仕事なので、日よけのために、かぶっていたそうなんですが、まあ、本来使われていたものはもっと薄っぺらいものだったそうなんですけれども、うん、今も踊り琉球舞踊でよく見るムンジュルの傘はちょっと、まあ、厚みがあって大きめになってますね。はい、まあ、舞台映えも、させることだと思うんですけれども、うん、このムンジュル節、実は作詞作曲がわからない、定かではないそうで、だけどこのムンジュル節にはこの元歌というものがあるそうなんですが、はい、その元歌とされているものが、うん、ティルチナ節、うん、テルキナですね、テルキナと書いて、うん、ティルチナ節という、うんうんうん、ものが発祥したそうなんですが、はい、それが大体1880年頃に、うん、まあ、できて、はい、それからおよそ、まあ、10年から15年後ぐらいに、うん、まあ、舞踊の踊りが振り付けられてムンジュル節となって今よく知られているということで。ティルチナ節は聞いたことあるんですか？ああ、私はないんです。これ調べて初めて分かったんですけれども、これがまあ元歌、そのまたティルチナ節のまた元歌っていうのもまたこれが出てきますので紹介します、後で。まあ、このムンジュル節としてまあ舞踊を振り付けをしたのが、玉城清寿ということで、はい、まあ、誰もが知っている、舞踊家ですけれども、うん、はい。まあ、この歌詞の話でですね、うん、ちょっと紹介したいんですけれども、はい、どんな歌詞になってるんでしょうか。これはまあ、ムンジュルヒラガサチュラムヌヤミアラビマチジニチイシティといって、まあ、ムンジュルガサの、まあ、美しいことで、ね、この可愛い女の子がこれを頭に乗せれば、ね、なお可愛くなるということ でそして、まあ、花摘みティサジ、ね、花染めのこの手織りのティサジを腰の前で結んで、そして2世たこの若い者たちを惚れ惚れさせるというような一番の歌詞で始まるんですけれども。あ、いいですね。いいですよね。そして2番目の歌詞がですね、ティルチナヒラからやらうなよ、このティルチナ坂という、まあ、坂がを渡るとき、通るときには、うん、このムンジュル傘は外せよ、外しなさいと、うんうん、はい、っていうのはそこにいるツハコという役人がですね、うん、その
ムジュ傘をかぶった美しい子を見て惚れてしまうから、そこは気をつけなさいということで、まあ、教訓というのか、うん、そういった面白い歌詞が出てくるんですけれども、かぶった方が美しく見えるからってことですか？そういうふうに言われていたそうですね。はいはいはい。まあ、その傘自体がまた趣が、あの、美しく見えたんでしょうけれども、もともと昔のムンジュルの踊りでは顔を隠すようにして踊っていたとも聞いたことありますね。顔を見せないように。かぶった方がいいですね。今でいうサングラスつけた方が可愛く見えるとか、はいはい、マスクつけた方が可愛く見えると若者がやってるような感じなのかもしれませんが、まあ、そういったこの親とか、まあ、その子供の、その女の子のお兄さんとかがそういう注意してたというような歌詞も出てきますね。で、このツハコという役人は、とても色男だったということで、有名だったそうなんですが、はいはい、これ先週、バテンハーリーに出てきますと私、お話ししたんですけれども、まあ、結果は、2位だったんですけれども、真ん中。はい、そのバテンにまた話が、これ実はムンジュルフつながっておりまして、この今歌詞で出てきた、この役人のツハコというものは、はい、挿し木のこのバテンから、王府の、派遣によって、粟国島に、の番所に勤務していたという話が伝わってる、そうなんですね。で、その、まあ、実在した人物であったそうなんです。で、この女の子も実在した人物で、その家族も実在したということで、今でもその、末裔が残っているという話を聞いております。だけどこれ面白いのがですね、この、ティルチナヒラという、まあ、ティルチナ墓、はい、坂が出てくるんですけれども、はい、実際このテルキナの集落にこの坂だろうと思われる坂がないそうなんですね。どういうことかというと、実はこのティルチナ武士という名前になる前には、別の名前で歌われておりまして、イチキナ武士ですね、イチキナ武士というふうな名前で踊られていた、歌われていたんですけれども、そのイチキナの集落にその坂が実際あって、その一木の武士の名前で 歌われている時には一木の平という風な歌詞で出てきたんですね、はい、だからその地名だけは変わって、その坂の景色だけはそのまま残されたので、地名が変わって実際実在しない坂の名前で歌い継がれて、今のティルチナ武士としてムンジュル武士になった。じゃあ現在イチキナ武士、イチキナビラはあるんですか？はない、ないそう、ないというか、わからないそうです。もともとの、イチキナという場所の坂を題材にして歌われていた。うん、で、それが、イチキナの場所に移って、ティルチナの場所に移って歌い継がれてきたので、その坂の名前だけは変わったけど、実在していないと。不思議なものになってますけれどもね。まあ、その一木菜の武士の前にはまた佐賀屋武士という名前で歌われていたそうですが、佐賀屋という集落、西集落というところで歌われたということで、これってメロディーはそのままで歌詞が変わったっていう意味ですか？そうですね、まあ、節メロディーは一緒なんですが、はい、この曲名とこの地名だけが変わって、はいはいはい、ああそういう意味か、はいはいはい、そうだからするとこんがらがってしまうんですけれども、まあ、そういったムンジュル武士を今日、はい、紹介したいと思います、はい。もう曲の紹介いらないですね、はい、ムンジュル節ばっかりしてますので、はい、じゃあお願いします。ではムンジュル節をおかけします。
ムンジュル節を聞いていただいています。沖縄手帳発行人の時間、この時間は丸政印刷の提供でお送りしています。沖縄手帳発行人の時間です。ツイキャスがちょっと来ていますのでご紹介しましょうかね。はい、タカさんから、こんにちは、はじめまして。沖縄も雨ですか？今日はね、綺麗に晴れてますね。昨日の雨が嘘だったかのように、すごかったですけどね。よし、沖縄手帳を全国展開しましょう。嬉しいです ね、 モアイの先ね、モアイ町のところのページの話してたら、お小遣い帳みたいなものですかって聞かれてます。まあ、そういったところですかね。まさにお小遣いでしょうね。まずモアイがね、分かれば分かるんですけど、モアイの説明になるのか。沖縄へは一度も行ったことがないのですが、いろいろと興味が湧きますね。いろいろ勉強になりますって来てます。私も一緒に勉強させてもらってます、沖縄手帳を通して。一緒に勉強していきましょう。はい、宮崎に大雨が来て、宮崎から聞いていたね。ありがとうございます。ありがとうございます。私毎年宮崎行っております。宮崎の日南市というところにエイサーの交流団体があって、毎年宮日南市に行っております。へー。じゃあエイサーで結構もう全国全世界行かれてますね。そう、エイサーがもう広まってますからね。だから沖縄手帳もエイサーぐらい全世界に、全世界って言ったらあれか、はいはいはい、広まってほしいですけどね。手帳も一緒にエイサーで行くときに手帳持って行っ て、 使って、ね、いいかもしれない。はい、そっか。じゃあ大雨か、梅雨に入りましたね。お気をつけください、いろいろ。はい、というわけで、あ、ムンジュル良かったですね。はい、良かったです。説明聞いてからね、聞くとすごい分かりやすい、ま、ね、イメージが湧きますよね。うん、さっきスタジオ入る前にゆきさんが三振持ってきて、急にチョンダラを弾き始めて、私も体が勝手に踊ってしまったんですけれども。ね、覚えてますね。ね、何回しか覚えてない。あの、合わせのチョンダラ保存会に参加しているんですけど、はいはい、なんか踊れるっておっしゃったんで、じゃあということでね、歌ってみたら。次はじゃあちゃんと舞台で踊るときには、あの、来てください、見に。はいはい。だけども、先ほどのムンジュルでもで、毎日ですね、首里城で、無料 の、 ゾーンで、舞へのいざないというもので、私も時々出演させてもらってるんですけれども、はいはい、無料でいろんな沖縄の琉球舞踊を見ることができます。いいですね。その中で、ムンジュル節も、演目の一つになっておりますので、ぜひ興味のある方は見に行ってください。うんうんうん、運が良ければ、ムンジュルが見れるかもしれません。はいはい。さて、まあ、後半になりましたけれども、はい、まあ、先週は、旧暦行事として、ゆっかの日のハーリーを紹介しましたけれども、はい、今週の県内の旧暦行事とは何でしょうか？ 5 月のね、4日だったから、今週は5月、今日が5月11日だから、その頃ですよね。ね、何かあるかな。沖縄手帳見たら、手帳によると、19日が、5月15日が、うまち、になってますね。そう、5月うまち、まあ、5月と書いて、ぐんわち、うまちと言いますけども。ぐんわち、うまち。ぐんわち、うまち。まあ、ちょうど今週の1名は父の日ということでもありますけれども、ね、全国的な父の日ですが、沖縄では今年はぐんわち、うまちになっております。はい、よく沖縄でもうまち、うまちってよく聞くんですけれども、うん、実際よく何かわからないで、わからなかったです。過ごしていたんですけれども、はい、私も全くわからなかったので、調べてみました。まあ、うまちというのは、お祭りという言葉がなまって、ね、 お 祭ね、はい、お祭り、うまちというふうになったということで、もともとは、麦とか稲の、初穂、
とかまたその収穫を祝うお祭りとして行われていたそうです、はい、まあ、もちろん今でもやっているんですけれども、でこれあのうまちというのは群鉢5月とついてますけれども、5月以外にいつやっているかというと、一般的には旧暦の2月3月5月6月の毎回15日に行われている行事ですね、はい、まあ、地域によってはあの違ったあの日にちにやってるところもあるそうなんですが、まあ、大体あの明治期に入ってからこの日程というのは固定化されたということです、うん、まあ、このそれぞれ の2月3月6月5月6月の馬地には違った意味合いがあったそうで、あの2月、まあ、人鉢馬地と言いますけれども、はい、これは麦の、あの、穂祭り、まあ、初穂ですね。はい、初穂というのは、その年初めて採れたものを神様に捧げ、あの、備えるというお祭りですが、うん、人勝ちは麦のそれで、で、群勝ち馬地というの、うん、あ、三月馬地というのは、その麦の収穫祭ですね。うん、まあ、約1ヶ月ぐらい経って、たくさん収穫をできた後に、うん、この感謝を、あの、示すためのお祭りですね。うん、そして、この今年、今週末の群勝ち馬地というのは、次は麦ではなくて稲とか、また泡ですね。うんうん、稲や泡のお祭りがあって、うん、そしてまた1ヶ月後の六五八馬地にはその稲や、泡の収穫祭ということで、行われていたそうなんですが、今ではもう沖縄であんまり米って聞かないですけど ね米も麦も泡も見たことないんですけど、す、ね、まあ、あるはするみたいなんですけどなのでこの馬地やってるのも見たことないです。そうですよね、はい、もう今ではそのそういった意味合いがもう薄れてきてるということで、もうあのーまあ、こういった豊穣、祈願、感謝ではなくて、まあ、集落の、その、繁栄というのを願う、うん、行事にもなってきているというで、うん、また、家庭によっては、その日には必ず親戚、家族親戚集まって、うがんに行くというような場所も残っているそうで、うん、まあ、なかなか、那覇市内は、ではないですね。宜野湾の方はだけど、農家ありそうですけれども、見たことないです。わからないです。でも畑ってターム畑ぐらいじゃないですか。ですよね稲とか泡とかそういうのを見たことがないんですよ、ね、はは。自分の育った辺はもう水田がバーって広がってるんですよ。京都大阪市があたりなんですけど、その風景が普通なので、はい、あ、ないなと思って沖縄には、はい、今のところ見つけてないんですけどね。ない、私も見たことないな、うん、まあ、あの南城市の佐敷の方にあの近所繁栄寺という、はい、あの稲作発祥の地というところは時々遊びに行くんですけれども、はい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 、そこをこの間行った時にあのおじさんがいて教えて、いろいろ話聞いたら教えてくれて、はい、近所繁栄寺って、まあ、右と左に隣り合わせで歌詞があるんですけれども、はい、右側が男男性が手合わせるところ、うん、で左側が女性が手合わせるところだよと教えてくれて、はい、また勉強になったんですけれども、うん、まあ、この馬地ですけれども、あのどういったことをしていた、するかというと、まあ、この今出てきた歌木ですね、うん、まあ、集落には廃所のことですけれども、はい、まあ、それをノロ、ノロというのは仮眠中がいますが、それを中心とした、まあ、女性たちですね、が、あの、まあ、この神に捧げる、まあ、この稲穂であったり麦、そして幹、あの、神に捧げるお酒ですね、うん、都にミキという飲み物がありますけれども、ありますねあれ、はい、置いといて、はい、置いといてそしてもアーモイだったり野菜とかっていうのを備えて、で、あの神様今祝詞を唱えて、で、豊穣の祈願感謝、そして今ではまた集落の、あの、まあ、繁栄をっていうのを祈願する行事として行われております。はい、で、もともとは、あの、琉球王府の行事としても、あの、あったそうで、歴代の国王、王様もですね、この稲作発祥の地とされる先ほどの宇金樹、繁栄樹、玉城ですね、知念の玉城に、まあ、行って手を、合わせていたということで、うん、もう、ある意味は国家行事の一つだったのかもしれませんね。だから稲作のが、琉球に伝わるきっかけにもなっていたそうです。その辺のね、あったのが、今はもう本当に名前だけぐらいになってる、この経緯をちょっと徳筆さん帰ってきたら聞きたいですね。そうですね、詳しく教えてもらいましょう。うん、もうそろそろあっという間に、はい、時間になってしまいましたけれども。高さん、なるほど、水田とかの風景がないんですね。意外でしたってことで。そうですね、うん、もう、なんだ、うん、宇治畑、サトウキビ畑はたくさんあるんですけどね。うん、だけど、それ言われても、サトウキビに関する行事ってあんま聞いたことないですけどね。あ調べたらあるのかな。そうですね、伝統行事が調べておきます。はい、はい、ではでは、また来週、来週はじゃあ、そうですね、あの徳筆さん帰ってきますので、はい、また私はちょくちょくこれから来れる時に遊びに来て、はいはい、お話したいと思います。はい、はい。
じゃあ今週もありがとうございました。はい、沖縄手帳発行人の時間でした。また来週。